に両替しようと思います。福岡空港でも両替できるんだよね。出発まで2時間前なんだけど、もう1時間待ったんだけど、なんか全然まだ連絡が来ないよ。不安しかないんだけど。やっと韓国着いたんですけど、まだちょっと初対面の人の前で喋れる勇気がなくて、ちょっと Vlog 風の動画になってしまいそうです。でも韓国着きました、やっと、イエーイ。でもちょっと初対面の人の前でイエーイって動画撮れないな。 YouTuber って言うしかないよね。頑張ります。できた。雪降ってます。もう雨じゃん。ホテルに向かってます。寒すぎ、こんな寒いとは思わなかった。めっちゃ雪積もってるし、ほらこんな雪が積もってる。スタンダードツインルーム入ってる。詐欺です。ダブルベッドだったのに。私ちょっとめっちゃ動画撮っちゃうけど、ごめんね。なんかあの YouTube とかに出したりするんだけど。ああ、別にいいの。うん、嫌ではない。嫌だったらモザイクする。別に嫌じゃない。あ、そうなの、うん、よかった、ありがとう。あのヨーグルトも買いたい。あ、買いたい。なんかピヨットみたいな。そうそう。いや、私いつも旅行行ったらさ、腰痛くなるんだけどさ、なんでだと思う。でも絶対キャリーケースだと思う。キャリーケースのせい。うん。綺麗。歩いてミョンドンストリートに来ました。おー、綺麗。カラフルバターっていう有名な雑貨屋さん。意外にうまい。卵めっちゃ入ってる。塩。白いこ。塩。辛らしけ。ムサミだ。塩焼きという。うまいね、焼きたて。うまいやろ。塩がまじ。いちご買っちゃいました。韓国のイチゴはどんなもんか。お土産ここで買います。ムシンズかわいい。トワイスないかな。トワイスあった。ピンクレディツビー。
これ。バターっていうかわいい雑貨屋さんのお店に入ります。スイカはいくらやの？1600円。うわー、こういうのかわいい、かわいい。コンビニで爆買いしようと思います。ピヨット追加された。バナナウユ、本当すごいのか。私たちは頑張って帰ってます。寒すぎる。ねえ、なんでさ、なんか知らないのにさ、お互い行こうって思ったの？え、それがなんかその時はノリだよ。いや、わかる。私も絶対普段の私なら無理だけど、なんかもう行きたいと思って、ノリと気合で行けるかなと思って行こうって行こう。でもなんか全然緊張とかなかった。ない？うん、確かに。なんでだろう、同じ熊本だから。あ、ツイッターね。うん、何だろう、話してない人だったら無理だった。あー、でも話してないって言ってもさ、話してないじゃん、ツイッターでしか。もうだって顔も知らないしさ、うん、私めっちゃ不安だったけど、本当にノリで。でもなんかインスタはさ、公開してなかったっけ？ああ、なんか一回交換したね。いけるもんだね。いや、なんか、いけるんだね、ちょっと見てみたら。だから、ノリなのかもしれない。ね、ノリ。すべてがノリだけ。楽しみましょう。行きましょう。散歩しようか。トイレが詰まりました。やばい、どうしよう。トイレが詰まった。あれと遊び。あ、パンダのパン、パン、うん、なんだ、みんな髪に maybe 5 minutes later。 Okay. Okay. Thank you. めっちゃ詰まって、ね、詰まってるね。 Sorry. Thank you so much. トイレットペーパーミックスチョコトッピング、うまそう。うん、おいしい。持って帰りたい。これ朝ごはんにちょうどいいわ。 JYP 事務所に行きます。여기어머니어서오세요어머니자사도팀전대포마우타ビールすげー。ソリュンとニジューの広告。もうすぐ JYP の、あ、リオ、あ、かわいい。誰だっけ、ヘウォン、ヘウォン、リオちゃん着きました。 JYP 近くにはソリュン、ソリュンじゃない、ヘウォン、ヘウォン。てか本当にここにいんの？ドゥルルルルル、ジャピーン。すごい。JYP エンターテインメント。めっちゃ少ないオリーブヤング。ヨンドン。あ、こっちが。よいしょ。お、休息時間がある。ちっちゃいの買おうかな。
ばあちゃんが無色のシャドウを欲しいって言ってたから無色それ答えですよ。잠시만기다려주세요대체완료되셨고요영수증은넣어드릴게요변환부기장님영수증상담확인해주세요クワイアに入ります。私も編み物を始めました。落書き？帰ってきました我が家。OK。Thank you。Thank you。やっとテレビが見れました。1000チャンネルぐらいある。大変。またミョンドンに来ました。帰ってきました。土曜日なのにめっちゃ少ない。バニラチーズケーク。韓国のリピートも出てきたリピートいる？やっぱり
かわいい帽子。ってるところは3階なんですけど、8階に共同スペースがあって、そこで今からちょっとクッキーとお水はちょっと合わないなと思って、クッキーとコーヒーをもらいに行こうと思います。もう慣れすぎて我が家みたい、ここが。明日もついに帰ります。無事帰れるまでドキドキ。福岡空港から来たからね、今回。福岡からまた熊本に帰るのがめんどくさい。できた。優しいね、かわいいね。受付の人がね、教えてくれたの。暑すぎる。暑い、やけどすらやばい。ここはもう、今日でおさらば。ここで住んの。Thank you.